はい、ということで今から焼いていきます。本日胸のパンプすごい。さあ、色焼いていきましょう。トレーニングはですね、胸トレを行ったんですけども、人が多かったのでちょっと動画が撮れなかったというところで、またタンニングに入る前にちょっと動画を撮りました。今のコンディション的にはあんな感じなんですけど、まあお腹がね落ちてないんですけど、他がだいぶ落ちてきてるんで、おそらくどっかのタイミングのお腹がストーンと落ちるんちゃうかなっていう風に今までの経験上思うんで、しっかりと落ちることを願って頑張りたいと思います。ということでですね、食事なんですけども、本日は朝は久しぶりにちょっとオートミールを食べました。で、お昼はレバー丼ですね。この間レバー丼失敗したんですけど、今回レバー丼、なんかもう、調べて、規定量入れんのやめようと思って、感覚で入れようと思って入れたら、店開けんちゃうかってぐらいうまなって、もう最高のレバー丼を食いましたね。で、トレーニング前にですね、写真撮れてないんですけど、大阪のミックスジュース風味ですね。小原さんコラボのプロテイン一杯と、それに MCT オイル入れて、そこにはクレアチンとグルタミンも入れてるんですけど、グルタミンを入れ始めた理由としては、僕がですね、体調を崩し始めた時に、やっぱりグルタミンが俺の体調を管理してくれてたんやと思ったんで、ちょっとグルタミンを取っております。で、ウエハース5つ。トレーニング本当に直前に羊羹食べて、トレーニングして、終わってからさつまいもと胸肉とえのきを炒めたものを食べて終わりって感じですね。カロリーとしてはですね、2300ぐらい、2300か2400ぐらいかなーって感じで、最近調味料はもう塩コショウばっかで、昼のね、ご飯食べる時だけは本当にめちゃくちゃ味しっかりつけるんですけど、まあカロリーでいくとだから2500、500ぐらいかな。で、収まってるとは思います。まあ体自体はですね、だいぶ感覚としてはいいんですけどね、もうちょいスピード上げなんかなって思ってから、割とちゃんと食事やらなんやらで変えてきて、まだ有酸素はですね、ちゃんと入れられてないんで、ここに有酸素をほんまにガンと入れると一気に変わるなーっていう風には思うんですけど、あと1ヶ月はとりあえずさつまいも生活していって、後に僕のね、前回めちゃめちゃ変わったカーボサイクルを大会の2ヶ月前ぐらいには入れていこうかなっていう風には思っています。はい、ということで、肩トレの1種目目はいつも通り、こちらのショルダープレスからスタートです。リアミドルを狙うようなこのプレスですね。もう見慣れすぎて、もうこのトレーニング以外のトレーニングを紹介してくれと思っている方もいるんじゃないでしょうか。それはね、仕方がないかと思います。はい。でもですね、いつもなぜか最初の方はね、人が少ないんですけど、途中から人が多くなりすぎてですね、動画を撮れなくなってしまうんですよね。動画が撮れる種目がたまたまこの種目っていうのが多いんで、もうこの種目は毎回撮れているんですけど、他の場所は後ろが映ったりするんですよ。ここだけね、人が多くても取れる場所にあるんで、まあこういった種目だけを毎回上げてるんですけども、徐々にね、やっぱこの追い込みっていうところはね、重要になってくると思うんで、この種目は本当におすすめです。しっかり追い込めるのでね。朝ごはんはですね、キャラメルコーヒーを使って、オートミールを食べました。お昼に、さつまいもと胸肉と玉ねぎとかと炒めた炒め物、塩コショウのみの味付けですね。間食にプロテイン飲んで、おにぎり2つ食べて、そして夜ご飯はいつも通りさつまいもと塩コショウで炒めた胸肉。あとキムチを添えてましたね。はい。ということで昨日ですね、僕は大好きな焼肉屋さんの、ほんまにそこの焼肉屋のキムチめちゃくちゃうまいんですよ。そこのキムチをね、買ってきたんで、ちょっと朝ごはんはですね、この白米にキムチを乗せて食べて、今日もスタートしていきたいと思います。はい、ということで、久しぶりにですね、チンニングから入ってるんですけども、マシンが空いていなかったので、先にちょっとチンニングをやっています。もうしっかりとね、肩甲骨を可動させるというような意識で、どこを狙うっていうよりかは、しっかりと肩甲骨を動かして、大円筋にもしっかりと関与させて、で、中盤からね、ネガティブをゆっくりしてると思うんですけど、もう筋肉の感覚が鋭くなってきたんで、ちゃんと効くような動きにね、しながら、できる限り反動を使わずに、背中の筋力だけでやる懸垂を行っております。これも一応ラットプルのマシンにはなるんですけども、斜め上前から引いてくるようなマシンになります。この種目でいつも狙っているのはやっぱりバックポーズを取る時の厚みといったような部分になりまして、ラットプルといえば広がりを意識するようなトレーニングで使われるマシンにはなってくると思うんですけど、僕はちょっとこれを厚みを意識するようなやり方で行っております。なので、近いもので言うと、ベントオーバーロー。といったローイングの種目に近いような感覚で行っております。やっぱり重くなってくるとね、引ききれないというようなことが起こってくるんですけども、徐々にね、やっぱ引けなくなっていく、この背中が赤くなっていく感覚が僕はもうたまらなく楽しくて好きです。でですね、続いてはですね、こちらの大好きな大円筋のみ狙う、こちらのフラットプルなんですけども、これ途中に持ってくると全然効かない。はい。大円筋が本当に元気な時じゃないと大円筋にのみ効かないんですよね。元気じゃなくなってきたというか、他に種目をやった後だと他の背中の筋肉とかを稼働しちゃうようになっちゃって、大円筋というよりかは背中のちゃんとしたトレーニングになる、背中の種目になるというような感じになってくるので、これは本当に1種目目に持ってくることをお勧めします。昨日ね、話してなかったんで話したいと思うんですけど、昨日は朝、白米。キムチ乗せて食べて、この僕の大好きな焼肉屋さんのキムチでご飯を食べて、お昼にレバー丼を食べて、間食はウエハースと羊羹、そしてプロテイン。で、夜ご飯にまたいつも通りさつまいもと胸肉と食べたっていう感じですね。だいぶ体自体は引き締まってきてるような感じもするんですけど、なんか何か物足りない感覚もありながらという感じで、徐々に良くなってくることを信じてやり続けようかなというふうに思ってます。病気の湿疹がですね、なんかわかんないんですけど、ここ最近急にパッと出てくるようになってるんで、来週の火曜日の病院で違う原因あるんじゃないか説っていうのを持ちかけてみようかなっていうふうに思ってます。はい。ということで、とりあえず今日もやっていきたいと思います。はい、ということで、今週の体ですね。だいぶ、さつまいもに切り替えてからお腹周りがよくはなってきたのかなと思うんですけど、まだまだ脂肪乗っかってるんで、こいつら削いでいきます。食事はですね、朝オートミールを食べまして、Bレジェンドのね、YouTube の乾杯でプロテインを飲みました。その後に、キハダマグロを丸かじりして、さつまいもを食べて、間食にウエハース2つと残ってたさつまいもと、鶏飯とプロテイン。そのまま帰って夜はさつまいもと胸肉食べて終わりました。続いてはまた本日のトレーニングお楽しみください。はい、ということでやってまいりました。インクラインベンチプレスですね。はい。インクラインベンチプレス今年本当にね、いろいろありました。怪我をしてできなくなったり、ね、そういったのを繰り返していくうちにですね、もう徐々にこのインクラインベンチから遠のいていくような生活になってたんですけども、やっぱりインクラインのベンチは本当にいいです。できるのであればずっとやりたいですね。マシーンじゃないですけど、マシーンぐらい軌道を整えたようなイメージで、ぐーっと動かしてあげるのは本当にいいんですけど、今回この怪我をしてきて、学んだこととしては、インクラインを狙うときにギロチンになりすぎると、やっぱり収縮とかの感覚とかはすごく良かったりとか、ストレッチもすごい効く感覚があるので、いいなって感じたりもするんですけど、これがきっかけで怪我をする可能性っていうのがかなり高いなっていうふうに思ったので、もし怪我をしてトレーニングができなくなるっていう環境が嫌な方はですね、インクラインは脇を締めてやってもしっかりと収縮させることができるので、もうちょっと脇を締めて、ギロチン気味の方は脇をもうちょっと締めてやってあげるのをお勧めします。朝ごはんを家で食べれるときは白米にしようと思いまして、白米 250g を朝ごはんに納豆とキムチと一緒にいただいて、プロテインを飲むっていう感じで朝食にしていってます。お昼はですね、レバー丼。もうレバー丼にドハマりしてしまいまして、ついに僕も革命的レシピを見つけてしまいました。うますぎるんで、ちょっと今革命的レシピにはまり、今レバー丼がお昼になってるんですけども、トレーニング前にはですね、羊羹とウエハースとプロテイン飲んでトレーニングに行って、また炒めました。僕の脇の下、炒めました。でもですね、割とですね、この間よりもね、手前でやめたんで、まだマシな状態ではあるんで、トレーニングは今回は休まずに回復させていこうかなというふうに思ってます。おそらく原因がですね、僕ギロチンにしすぎてるというか、ストレッチを効かそうというがあまり脇を開いてやりすぎてしまって、良くないところで力を発揮してしまって、筋がねじれた状態で力を発揮して、やってもだみたいな感じですね。だからちょっとそれは注意しながら、ちょっと脇締めてトレーニングするようにします。で、夜ご飯はいつも通りのさつまいもと胸肉。炒め物、塩胡椒で炒めた内容になります。食事自体がですね、だいぶ安定してきてるんですけども、今日土曜日、そして明日日曜日、明日の夜はね、お寿司なんで、大丈夫なんですけど、今日の夜はね、何を食べるかわからないんで、怖いですね、この外食。今思ったらね、3ヶ月やと思ってたんですけど、まだ3ヶ月、ギリギリ3ヶ月、あとまだ3ヶ月までは行ってないんで、ちょっとここでちょっと調子をね、戻しつつ、だいぶ締まってきたんちゃうかなと思う反面、なんかまだやっぱお腹周り気持ち悪いな、もっとなんで落ちひんねんっていうのが続いていく中で、湿疹がまた強くなって出てきているので、ちょっとね、様子も見ながら、でもカロリー削って絞るっていう判断もできるんですけど、カロリー削って絞ったとて、筋肉を落として絞り切ったとて、僕はもう勝てないの分かってるんですよ。もう筋肉が犠牲になってでも絞り切って、勝てるんやったらいいんですよ。僕は筋肉を残しながらの絞りじゃないと、絶対に勝てないですよ、サイズ的に。だから、そこはもう妥協できないなっていうのもあるんで、ちょっといろいろ試行錯誤しながら、今回はカーボサイクルをですね、2ヶ月前からやるつもりだったんですけど、ちょっと早めからカーボサイクルを取り出してもいいんかなとか思ったりとか、ちょっとずつちょっと様子見ながら、しっかりと仕上げれるようにちょっと頑張ってみます。まだ3ヶ月あるんで、こっから僕がどう行動するかでだいぶ変わってくると思うんで、ただ今回ですね、絞れない理由、チートデーやってないんですよ、僕。今回、珍しく、ほとんど。チートデーっていうチートデーをやってなくて、中途半端に夜だけ食べるとか。割と、チートデー、毎週やってた時の方が絞れてたなと思って。これワンチャン僕、チートデー入れた方がいいんじゃないかっていう説が出てきてるんで、そこもちょっと様子見ながらやってみます。ちょっとチートデーは別にその求めてないんで、ハイカーボで対応できたらなと思ってるんで、今週ちょっと調子が微妙なんでハイカーボにはできないですけど、来週ぐらいであまりにもやっぱまだ変わらんなっていう感覚があったら、ちょっとハイカーボ入れようかなと思ってます。はい、ということで本日も一日楽しんでいきましょう。ご飯についてね、土日のことを語っていなかったので語っていきたいと思います。土曜日からですね、朝ごはん白米使っているんで、白米、納豆、キムチ、そしてプロテイン飲むって感じで、で、お昼ご飯は、すき家のそぼろ丼食べて、夜はですね、友達に誘われていたので、そこで食事に行ってって感じですね。カロリーで言うと、めちゃくちゃ低いです。多分、1700。600キロカロリーぐらいかなっていう感じです。あ、コークハイ2杯飲んでます。日曜日はですね、まあこれもカロリー無理やり繋ぎ止めた感じなんですけど、起きるのが遅くてですね、1食目がすき家のそぼろ丼。終わった後に筋トレに行こうと思ったんですけども、予定が終わった後に、ウェアを忘れて筋トレが急遽オフということになってしまいまして、結果的にまあスターバックスでサラダラップとコーヒーを飲み、次の予定まで時間をつなぎ、そしてお寿司を食べに行って、夜にですね、写真撮ってないんですけど、プロテイン、香ばしピーナッツチョコのプロテイン 150% って書いてたんで、45g 粉入れてるんで、まあ 30g 分ぐらいのタンパク質とウェハース1枚食べているっていう感じです。まあカロリーとしてはね、また全然いつも通りの感じかなっていう感じになってるので、まあこの1週間終わりました。で、またここからね、しっかりと予定、外食の予定がもうほぼほぼなくなるので、今月はピリつきながらちょっと絞っていこうかなと思ってます。で、有酸素ですね、昨日はですね、愛犬のお散歩2回、行ったんで、今日も筋トレ行って終わってから帰ってきてご飯食べ終わったらまた愛犬のお散歩に行こうかなっていうふうに思ってます。お散歩の距離もしっかりと歩いて、長距離歩いて有酸素はしっかりとしていきたいなっていうふうにも思っています。また翌週どう変わっていくのかぜひお楽しみに。